皆さんこんにちは。今日は棒が途切れてしまうのでどうしたらいいかという質問が多かったので今回の動画を紹介していきたいと思います。今日はまず電流値の違いによって棒が途切れてしまう原因やアーク調が原因で棒が途切れてしまう原因などを順番に解説していきたいと思いますので、なるべく最後まで視聴するようにしてみてください。なるべく詳しく棒が途切れないようにする方法やどういう時に棒が途切れてしまうかなどを解説していこうと思いますので、最後まで視聴することをお勧めします。それと革手袋の紹介動画とパイプローラーの紹介動画とティグの水冷フレキシブルトーチの紹介動画は限定公開の方に変更しましたので、動画を視聴したいという方は概要欄のインスタグラムの URL から僕にダイレクトメッセージを送ってもらえば動画 URL を送りますので、その3動画を見たい方は僕の方にメッセージの方を送ってください。それではまず普段の僕の仕上げビードの棒径と参考電流を紹介していきたいと思います。まず付き合わせ溶接なんですが、棒径が 1.2 ミリを使用する場合はだいたい僕は電流30から60アンペアの間で合わすようにしています。で、棒径が 1.6 ミリですと電流は50アンペアから80アンペア、棒径が 2.0 ミリですと電流60から90アンペア、棒径 2.4 ミリですと電流80から150アンペアで、棒径が 3.2 ミリですと電流は110以上で合わすようにしています。この電流値はあくまでも参考ですので、臨機応変にその時の状況によって電流値を変えることもありますが、電流と棒径の合わせ方というのがあまりわからないという方はこのぐらいを参考にしてみてください。次に光を出していない状態での手の動きなどを解説していきたいと思います。まずアーク調さえ整っていれば棒をほとんど送ることはしなくても棒が途切れるということはありません。結構勘違いしている人が多いのですが、棒を送り続けなくてもアーク調さえ整っていれば少々どんなことがあっても棒が途切れてしまうということは起こることがあまりないです。なので細い棒径に対して電流を少し上げすぎた場合でもアーク調さえしっかり一定を保つことができていれば棒は途切れないので、アーク調をきちんと揃わせながら溶接をするということを一番に意識してもらえば棒が途切れるという悩みはほとんど解決できると思います。この後に棒を一切送らない状態でローリングもしてみますし、アーク調がわざと揃わないようにしながら溶接もしていきますので、この後の溶接動画も見るようにしてみてください。今の映像の動きのようにアーク調は乱れないように溶接をするようにしてください。このようにローリングをした時に片方でタングステンが浮いてしまう人がとても多いです。この時に基本的に棒は途切れてしまいますので、この後にスローモーションでの映像も見せていきたいと思いますので、当てはまる方はアーク調を整えるということを特に気をつけるようにしてください。アーク調が整えれるようになれば棒を送らなくても棒が途切れないということなので、高さがとても揃わせやすい仕上げビードを作ることができます。どうしても棒が途切れないように棒をグイグイと送ってしまうと仕上げビードの高さもまばらになってしまったり、焼け色の方も棒を入れるとプールが冷えるので変わってしまいますので、棒を送らなくても棒が途切れない状態を作れることが一番理想的な形だと思いますので、皆さんも特にそこに気をつけながらこの後の動画を見てみてください。本当にアーク調さえ整っていれば棒は途切れないんだなということがわかると思います。それでは実際に溶接映像の方を見ていきましょう。まずこれは途中でわざとアーク調を離してみます。今はアーク調が一定に保たれているのですが、アーク調が離れた瞬間に棒が途切れます。そこに注意しながら見てみてください。今がちょうど棒が途切れてしまいました。スローで再生するとこのように左から右へローリングをするときにタングステンが浮いてしまった瞬間に棒が途切れたのが分かったと思います。次にこちらでは常にアーク調を狂わせながら溶接をしていきます。
見てわかる通り溶接棒が何度も玉になったりして先どけを起こしていますので棒が途切れる状態が続いています。この状態が多分皆さんが良くなってしまう状態だと思うので、これは完全にアーク調が整っていないのが原因です。このように浮いてしまった瞬間に棒が先どけしてしまいますので棒が途切れる原因になっています。ちなみに今の映像では棒は全く送らずに棒はつけたままの状態で溶接をしています。この後に全く同じ棒をつけたままの状態でアーク調を一定に保った状態をお見せしていきたいと思います。それでは次にアーク調を一定に保ったまま棒はつけたままの状態で溶接をしていきます。今見てわかる通り先ほどと全く同じ状況なのに棒が常にプールにくっついたままの状態が維持されているのがわかると思います。これを見てわかる通りアーク調というのは棒が途切れないようにするにはとても大事なことですので、この映像で少しアーク調の大事さというのが分かってもらえたかなと思います。はい、これが棒を途切らせながら溶接をしていったビードと棒が常にプールについたままの状態を維持できた溶接ビードです。こんなにも見た目にも差ができてしまいますので棒は途切れないように溶接をするのが見た目をきれいにするとても大切なことですので、アーク調をきれいに保つように意識しながら溶接をするようにしてください。次に少し高めの150アンペアで棒は細めの 2.0 ミリを使用して溶接をしていきたいと思います。この高電流ですと細い棒を使うと絶対に棒は途切れやすくなってしまうのですが、アーク調さえ保てていればこのように棒を送らなくても棒が途切れることはありません。なので電流に対して細い棒を使っているから棒が途切れてしまうというわけではなく、電流に対して細い棒を使ってもアーク調さえ整っていれば棒は途切れないということを分かっていただけるとありがたいです。今の映像ですと150アンペアに対して棒は 1.6 ミリととても細い棒を使用していますが、アーク調が整っているので棒が途切れることは全くなかったです。今の映像を見ても分かる通り電流が高く細い棒を使っても棒が途切れることはアーク調さえ一定を保てていれば途切れることはないというのが分かったと思います。ただしさすがに 1.2 ミリの棒に対して200アンペアなどとても高い電流に対して細い棒を使ってしまう場合は棒はとてもアーク調が整っていても棒の先どけは起こってしまいますので、極端な差まではアーク調だけでは対応しきれませんのでそこは気をつけるようにしてください。ただ先ほどのように150アンペアに対して棒径が 1.6 ミリぐらいの差ですと十分棒は途切れずに溶接をすることができますので、この動画の電流値ぐらいを参考にして溶接をするようにしてみてください。次に炭肉溶接での棒径と参考電流をお見せしていきたいと思います。まずこの炭肉溶接の参考電流などなんですが、板厚は3ミリだと仮定して解説をしていきます。まず僕の基準としましては棒径 1.2 ミリを使用する場合は電流は70から80アンペア、棒径 1.6 ミリの場合ですと電流は80から100アンペア、棒径 2.0 ミリですと電流80から120アンペア、棒径 2.4 ミリですと電流90から150アンペア、棒径 3.2 ミリですと電流は140以上という感じで、僕は棒径と電流の選定をするようにしています。炭肉溶接の場合はとても高い電流に対して細い棒径を使用してしまいますとアーク調が保てていたとしても棒はとても途切れやすくなってしまいます。その理由は一番隅の部分を狙って溶かしていきながら溶接をしていきますので、細い棒ですと炭肉溶接の場合は先どけがとても起こりやすくなってしまいます。ですので炭肉溶接の場合は電流に合った棒径というのをしっかりと選びながら溶接をするのが棒を途切れないようにする一番のコツです。このぐらいの電流値ですと今 2.0 ミリの棒径を使用していますが、棒をほとんど送らなくても棒が途切れることはなかったです。ですが今からの映像のように電流を150ぐらいまで上げるのであれば
棒は 2.4 ミリぐらいの棒径を使用するのが一番溶接はしやすいと思います。ただし墨肉溶接は基本的には棒は常にゆっくりと送りながら溶接をするようにしてもらうのが一番確実だと思います。とても棒が途切れやすいので常に棒を供給し続けることをすれば喉圧の方もしっかりと出てくれますので、墨肉溶接をする際は棒はなるべくゆっくりと送りながら溶接をするようにしてください。で、これが墨肉溶接を終えたビード外観です。このような感じで棒が途切れなかったので安定した溶接ビードをつけることができています。これで溶接動画の方を終わりますが、棒がどうしても途切れてしまうという方などは今日紹介した参考電流と参考の棒径を使用して溶接をするようにしてみてください。それとアーク調が乱れないようにする練習を心がけてもらえば今よりもより仕上げビードが綺麗になると思いますので、アーク調が乱れないようにする溶接練習などもしっかりとやるようにしてみてください。棒をつけたままの状態で溶接ができればビード自体もとても光らせやすくなりますので、右から左、左から右へローリングをするときにタングステンが浮いてしまわないように心がけながら溶接をしてみてください。それでは今日の溶接動画を終わりたいと思います。いいなと思ったらグッドボタンの方とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。